宝永山周辺の空中写真。巨大な河口の右下のピークが宝永山。画像左の車道終点が富士の宮口5合目。1975年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。宝永山は宝永4年の宝永大噴火で誕生した富士山最大の川火山である。 標高は2693メートル。この方影の大噴火以降は噴火していないため、この方影山が富士山の最新の川火山になる。富士山の南東斜面にある河口で、方影大噴火により形成された3つの河口が連なったもの。山頂側から第一河口、第二河口、第三河口と呼ばれ、第一河口が最も大きい。 この噴火は49日前に発生した南海トラフ巨大地震である宝永地震によって誘発されたものと考えられており、宝永地震の翌日には富士宮付近で強い地震があった。宝永山頂まで登山道が整備されており、富士宮口5合目からであれば富士山登頂に比べれば東頂は難しくないが、それでも登山であるから食料や防寒着を持つとともに、 スニーカーよりもハイキングに適した軽登山靴が望ましい。宝永山頂まで行かなくても単に、宝永河口を見るだけでも富士山の雄大さを実感することができる。宝永河口が見える地点へは、富士の宮口五合目駐車場の東端から森林帯の登山道を利用すれば、距離が短く高低差も少ないため宝永台に河口まで約35分で着く。 宝永第2河口と宝永第1河口の間は20分。宝永遊歩道の登山期間は通常5月上旬頃から11月中旬頃まで。富士の宮口5号目から6号目経由の場合は宝永第1河口まで上り35分、下り30分。宝永第1河口から宝永山頂までは上り50分、下り35分。 水が塚公園から宝永第二河口まで、上り2時間55分、下り1時間55分。御殿場口新五号目駐車場から御殿場口六号目まで、上り4時間30分で、そこから、下り六号、宝永三場の瀬経由で、宝永山頂まで行ける。なお、御殿場口六号目へは、富士宮口五号目から、宝永山経由で登った方が近く。 富士の宮口五合目から宝永山山頂へは1時間25分で登ることができ2008年8月7日に交代し、なる人新能がこのルートで富士山山頂まで登山した。ありがとうございます。